Amazon のタイムセールが、いつもこの辺にあったはずなんだけど、ない。どこに行ったんだ。ということで今回は、まず検索欄にタイムセールと入力してみます。すると、ジャンルはバラバラですが、いくつかタイムセール商品が出てきます。そこで次に左側の欄からタイムセールにチェックを入れてみます。するとタイムセール商品のみがリストアップされます。しかしこのままでは全ジャンルのタイムセールとなってしまうので、さらに左側の欄からジャンルを指定してあげることでお目当ての商品が探しやすくなりますね。ここ最近 Amazon のページレイアウトが変わったみたいなのですが、タイムセールを探しにくくするのには何かしらの意図があるのでしょうか。ちなみにログインしていない状態であれば、今までの場所にタイムセールがあり、ログインしたら消えるので、僕はタイムセールを使いすぎたのかも。余談ですが、 PS ストアや Steam のページもフィルタリングしにくくなりました。もっとユーザーが自由に検索できるようなレイアウトを期待したいですね。今回の動画は、消えてしまったタイムセールを表示させる方法、手順は増えてしまいましたが、お困りの方がいるのではと思い動画にしてみました。誰か一人の参考にでもなれば幸いです。以上、また次の動画でお会いしましょう。マカロニでした。